お笑いコンビバナナマンの設楽治と日村勇紀が19日に放送される MBS、TBS 系バラ。エティ特番、親の顔見たい、ザワールド、14時から15時24分まで、で MC を務める。4月7日にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した日村は、収録中に、VTR を見てたら子供が欲しくなっちゃった、とコメントした。バナナマンの設楽治、左、と日村勇紀同番組は、誰もが憧れる、スーパースター、はなぜトップへ上り詰め、ることができたのか、スターと親の関係を取材して超一流の子育てを発見していく子育て発見バラエティ。スターを育てた偉大なる父親や母親を直撃し、天才子育てメソッド、謎に包まれたプライベ。心温まる親子の物語など、成功の秘訣、や、スターの知られざる素顔、に迫る。まずは、多くの海外スターと仕事をしている凄腕交渉人の協力のもと、トム・クル。や、レオナルド・ディカプリオなど大物海外スターの、親の顔、を大追跡。ニューヨークでは、レディー・ガガが下積み時代に出演していたライブハウス。で愛用の楽器を発見し、両親が経営するレストランへ突撃取材を試みる。また、世界の歌姫ビヨンセの父親の日本のテレビ初取材に成功。ヒューストンのオフィスでインタビューに応じたビヨンセパパに対し、日本のビヨンセ、渡辺直美がビデオレターで、娘の才能にいつ気づいた。と質問すると、驚きのエピソードが飛び出す。ビヨンセパパが語るスター誕生までのお宝秘話とは、昨年、全米最優秀女子高生に選ばれ、な。ボンコロンビア大学に通うスカイ・ボークさんと、母のボーク、シゲコさんにも密着取材。その他、女子高生ミスコン、優勝者の家族の物語、ご長寿ギネス世界記録を持つあの、金さん、一族が教えてくれる長生きの秘訣などにも迫る。スタジオでは、直撃取材の結果を見ながら、親世代代表のヒロミ、子世代代表のイートヨマリエ、ご意見番のデーブ・スペクターと阿部裕二を交えてトークを展開。年頃の子供を持つヒロミと設楽治の子育てぶっちゃけトークや、日村勇紀が明かす心に残る母の言葉にも注目だ。収録後、設楽は、知らないうちに心がほっこりする番組、と振り返り、渡辺直美さんとビヨンセのお父さんのコラボは一見の価値ありです。スタジオでは、ヒロミさんの子育てや家族の話が面白かったな。僕は子供がいるので自分の子供を考えるような番組だな、と思いました、とコメント。日村は、ああ見てよかった。って幸せな気持ちになりました。親子で見てもらいたいですね。なかなかお父さんに言えないことがあったりとか、その逆もあったりとか、色あると思いますけど、この番組を見て、いいきっかけを見つけられたら、
あと、イーとヨマリエちゃんがすごく親孝行だったっていう。娘にしたい女性ナンバーワンかも、と話した。収録中に日村が、VTR を見てたら子供が欲しくなっちゃった、と発言する場面も。あったが、日村は、考えたこともなかったですけどね、自分に子供がいるとか。ただ、収録でも話しましたけど、最近、設楽さんの娘さんに会うことがあって。今日の取材 VTR とリンクしている部分があって、勝手にそういう風になっちゃった、と心境を説明。したらは、うちの娘も日村さんのことはすごく好きなんですよ。この前会って、誕生日プレゼントくれたりとか。もう一人のパパみたいですよね、と言うと、日村も、まあ、彼女。と爪ぐらい跳ね、俺が作ったと言っちゃう、とふざけた。CMBS 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。